に手がかりがあるぞ。きっとあの甲府たちが残したものだ。レイク館の出口に向かおう。そこに足跡がなければ彼らはまだレイク館の中にいることになる。もし新しい手がかりを見つけたらそれをたどろう。行くぞ。あ、足跡だ。どうやらレイク館を通過してさらに先へ行っているみたいだな。足跡を追えば彼らの途切れてる。付近の人に聞いてみよう。もし甲府たちがここを通っているのなら誰か見ている者がいるかもしれない。こんにちは。最近この辺りで甲府を見なかったか。邪魔だ邪魔。雲を見てるんだ、邪魔するな。この人なんかイライラしてる。しょうがない。難攻不落。イエッ、くらえ。少し力を出しすぎた。この辺りで甲府の格好をした人を見、見たわよ。四五日前だったかしら。何人かここを通ったわ。カゴを背負ってツルハシを持ってたわね。そうそう、それだ。四五日前。どうやら彼らの歩く速度は予想よりも遅いようだ。おそらくはレイク館の地形に手間取ったのだろう。あの人たちすごく変わってたわ。四人の大男が眠そうにぼーっとしててね。先頭には子供がいてゆらゆらーって。その子供の姿ははっきりと見たか。ちらっと見ただけだけど、青い髪で背が小さかったわね。多分女の子だったわ。それにその子すごく真剣な表情をしていた。少しも笑うことなく。彼らが歩いたのはこの道か。そうよ、ここから先へ向かったわ。オイラたちも。行くぞ。はっ、上田だ。地面に足跡がある。